空賊行ったら人生変わったう、星に。おじさん世代の有名掲示板であったにチャンネルに投稿されたスレッドをコミカライズした作品。事実は小説よりもきなりがクソ激烈にできてて、これが創作じゃなくてガチだったらごいすう。童貞をこじらせた9歳の主人公のオスが、脱童貞して立派な29歳になるためにデリヘルに行ったら、童貞をこじらせていたためにデリヘルメスと話しかしないというヘタレプレイをしてからの、こじらせ力が強いのでお話をするためだけに春を買う行為をしてたら惚れてしまって、そのメスの抱えている問題をクソ優秀な友人が解決するというシナリオ。この漫画の主人公はいい感じにこじらせた童貞しており、優柔不断、自分で決められない、非モテコミットフルスロットルとモテない要素のてんこ盛りであり問題解決能力が皆無なのだが、この主人公の最強カードである友達がヒロリクというヘリクスお化けがいたために、その最強ヘリクスお化けが依存症の面が減らっている風俗落ちした童貞が好きになっちゃったメスが依存しているガリガリと呼ばれる元彼だったり借金付けにして AV でがっぽり稼ごうしている次元をざまあするというシナリオ。この漫画のクソ激烈にディモールとベネな部分はどう考えても問題解決能力のない童貞をこじらせた主人公に問題解決役をやらせるのではなく、ヒロユキを用意してヘリクスお化けに問題を解決させるという手法であり、これによって読者はスカッとするし、主人公が急に問題解決能力に目覚めるといったキャラ設定の破綻を回避できるという部分。最終的にがっつり利益を上げるし、全体的にお前はだから童貞をこじらせているしダメなやつなんだって部分も欠けているし、風俗落ちするメスも、そんな性格だったら騙されて落ちるわなって感じがよく描けているし、ハッピーエンドになる電車男と同じクオリティの漫画。ちなみにうちらおまんじゅうは好きで娼婦をしている人族を風俗落ちとは言わないのぜ。リーマンしたくないのにリーマンしている人族のこととかをリーマン落ちって表現しているのぜ。